どうも、こんにちは。こんばんは。おはようございます。K です。今日一発目の質問。デザイナー自身の私服について。僕はフィービーが好きです。おー、フィービー、いいとこ行くね。まあ、女性デザイナーだと、まあ僕も確かにフィービー、あとはまあミウッチャかな。ミウッチャが着るプラダは、そりゃミウッチャ自分で作ったから似合ってるよねってぐらいめちゃくちゃ似合ってるんだけど、まあね、いいなと、イケてるとかじゃなくてね、イケてるだったらクリス・バンシュなんですけど、イケてるとかじゃなくて、あ、いいなと思うのは、やっぱり僕アンダーソンの私服好きなんで、まあ私服というか、インタビュー答えてたりとか、あとはランウェイでね、ショーやった後に出てくる、まああれがメディア用なのか何なのかわかんないんだけど、本当にシンプルなの。本当に白のなんか、もうフーディーみたいなのに、普通にデニムにスニーカーみたいな、もう本当にお前大学生かみたいな格好してるんだけど、なんか多分あれってすごいこう作り手というかね、もうデザイナーとして極めていくと、僕はああいう風なスタイルになるのすげえわかるなって思うぐらい、なんかこうデザイナー気質を感じるというか、まあ僕大学がそういうデザイン系でグラフィックとかやってたんですけど、やっぱりそういうところにいる先生たちって、まあ現役のデザイナーとかが多かったり、例えば電通とか博報堂とか、まあそういう大手のさ、代理店みたいなところと、ちょっとこう、なんていうの、プログラムがあったりとかしたんだけど、やっぱそういうところで本当に職人気質で作ってる人って、めっちゃ地味なの。え、先生っていつも白 T なんで、白 T デニムなんですかみたいな。もうそのデニム味入りすぎてやばくねみたいなのやってるんだけど、アンダーソンってまさにそんな感じなのね。なんかそのデザイナーとしての、なんかこう、スタイルをすごく感じるというか、僕はああいうのすごい好きで、一番嫌いなのはキム・ジョーンズ。もうね、自分のさ、まあ、ブランドだからね、わかるっちゃわかるんだけど、フェンディとかのコレクションにすらさ、なんかエアディオールとか履いて出てきたりするの本当に嫌。うん。なんか僕、キム・ジョーンズの服装結構嫌いです。すいません、キム・ジョーンズファン。はい。キム・ジョーンズのクリエーションが嫌いとかじゃなくてね、服が嫌いです。はい。次。服を何着も買ってしまうのはなぜでしょうか？はい、病気です。次。ロゴ入りじゃないけど、ブランドのアイコニックなアイテムばかりでコーデを組むのはどう思いますか？あー、ロゴじゃないけどっていうね。まあ、いわゆるマルジェラのタグとか。そういうことですよね。タビとか。マルジェラそうだね。確かにマルジェラってそうだね。ロゴじゃないけど、アイコニックばかりだね。まあ、別にだからどうっていうのはない。正直。まあ結局出来上がったのがかっこよければいいんじゃないっていうのは、僕は思うかな。まあでもやっぱ難しいと思うんですよ。正直。どれも主張があるアイテムを全身で組むって、まあめちゃくちゃになっちゃうことが多いと思うし、例えば、パンツですらアイコニックなものってすげえ難しいなと僕は結構思ってる。パンツでアイコニックなものってそんなないじゃん。まあフィッシャーマンとかはね、確かに別なの。まあ例えばマルジェラのカレンダータグの T シャツに、フィッシャーマンにジャーマンとか入ってるのはまあどれもアイコニックなものだけなので、まあなっちゃうのかなと思うんですけど、まあなかなかどう思うというかまあ難しいんじゃないかなっていうのは思う。そういうやっぱなんかこう、まあアイコニックなものってでさ、まあ、商業用って言ったらちょっと失礼かもしれないけど、まあ、そういうところもあるじゃないですか。こう、広告というかね。だからそればっかり来ちゃうと、まあ、それはブランドの広告を集めてたら、まあ、めちゃくちゃにはなっちゃうよなっていうふうには思う。はい、次。ブランド勉強動画を今後作る予定ありますか？プラダとかっていうことかな？これを見たらあなたもプラダ博士になれるみたいな過去の動画ありますけど、ああいうことが、まあ、ああいうのは、でもま、やろうかなとは思ってますよ。もちろんやりませんっていうのはないですけど、ただ、僕の動画って結構そういう注目ブランドとかラグジュアリーとか掘り下げるときってどう？勉強になってない？ちょっとそこも入れて作ってるつもりなんだけどな。まだ足らないってことだね。結構歴史も、歴史も、詳しく割と説明、詳しくというか重要なポイントはつまんでるつもりなのよ。例えば、この前の天才ニートデザイナーっていう動画でもさ、まあ、それぞれのデザイナーについてある程度掘っていくことで、あ、こんなことや、ベイリーってこんなことやったんだとかさ、まあ、クリスマスってこんな経歴なんだっていうのが、なんとなくわかるじゃん。だからもっとかな。やっぱこの方にとっては勉強になってないってことだよね。課題ですね。はい。もっと、もうちょっとこう、深いテーマながら、ニッチな深いテーマながらも、伝わりやすくする必要は僕はありますね。はい。頑張ります。はい。次。個人的に限りなく 100% に近い値で、これはないなと思うアイテムスタイリングはありますか？
これはないな。難しいね。まあ、正直ないっちゃないんだけどね。別になんか、これはないでしょって思うことってないかな。スタイリングを見ては僕はないかな。なんか、その辺は自由でいい。自由というか、まあ、それぞれがあるんだろうな。あんな世界もあるんか、とか。あ、俺もあんな時期あったな、っていう風に思うかな。まあ、自分が着るであればね、また別だけど、自分が身につけるだったら、これは絶対にちょっと僕はないですっていうのはあるけど、ああ、ダサいなという意味でのないなであれば、そう思うアイテムやスタイリングは、ない。次。T シャツをタックインして、フロントのデザインが切れてしまうのはなし。おー、まあ、気持ちはわかるけどね。まあ、なんかここにグラフィック書いてて、それがこう、半分切れちゃうのは、どうですかって思うのはわかるけど、まあ、そこも面白いんじゃないのって僕は思っちゃうけどね。なんかそれが全部綺麗に見えてタックインしてるって、まあ、綺麗すぎないって僕は逆に思っちゃう。か、まあ、これは僕の意見ね。ただそれが自分の中でさ、すごいこう重要なピースで、そのグラフィックがね。それをどうしても綺麗に見せたいんであれば、綺麗にタックインすればいいと思うし。でも僕はちょっとそこまで綺麗すぎると、なんかちょっと計算しすぎてる感というか、なんか否めないかなと思うので、まあ、僕だったらそれ逆に隠れちゃうぐらいでタックインしちゃうかな。ちょっとだけ見えてるみたいな。とかでも、まあ、そんな下にあることってあんまりないと思うんだけど、まあ、例えばキャラクターがいて、下半身半分隠れちゃうとかぐらいだったらなんか、それはそれで悪くないんじゃないっていうふうに結構思うかな。なしではないと思うよ。とは僕は思うけどね。僕はね。はい、次。合皮ゴールサステナブルを歌う、ブランドに違和感を覚えます。個人的には全く逆だと感じています。Kさんは合皮本革どちらを使うのがよりサステナブルな取り組みだと思いますか？なあ、難しいね。まあ、どっちもどっちだよね。ただ、まあ、まあ、環境破壊っていうのを、まあ、合皮はね、まあ、それはそうだけど、まあ、本革ってやっぱその、本当の動物を、殺めてるのってね、まあ、まずそこなんですよね。多分そこがすごい重要で、やっぱり動物に対してすごい愛を持ってる人たちもいるし、まあそういう動物がいることで自然が成り立ってるから、自然も破壊してるのと一緒だよね。生態系もだよねっていう。まあやっぱこう、よりリアルに、そういうのを、まあ、やめてるやめてるって何回も言えばちょっとあれかもしれないけど、そういうことをしてしまってる方が、やっぱ、ことは大きく見えるのか。だからそれをやってませんよ、僕らはっていう方が、まあ聞こえはいいのかな、というふうに。思う。ちょっと、合皮と本革は本当にどっちがサステナブルかっていうのは正直僕も詳しくは分からない部分なんだけど、まあどっちもどっちだと思う。正直ね、結果としては。まあでも、その外側から見た、まあ見た目というかね、見た目のいいサステナブルっていうと、やっぱ本革、僕らは動物に対しても何もしてません。自然生態系を壊すことはやってません。っていう方が、まあ聞こえはいいかなっていう感じがするのは僕だけかな。どうかな？はい、次。日常系の動画。Vlog 的なお二人のゆるい動画も好きなので供給量ってアパレルの生産みたいな言い方してるな。欲しいです、ファンです。ありがとうございます。まあ、どっかのねタイミングでまあ出そうかな。メインで出すことゆるいの出すことはないか。まあサブならね。まあサブの質問コーナーとかだいぶゆるいですけど、まあなんかどっかでタイミングがあればやろうかなという感じです。はい、次。白のフィッシャーマンデニム、Kさんならどんなトップつきますか？バランスが難しく、模索中です。まあ、フィッシャーマンって、まあ、この方の身長にもよるんだけど、フィッシャーマンってやっぱ、ある程度短く開くのが理想な形だと思うのね。フィッシャーマンがなんか、足首とかまでついちゃってるのは、結構僕は違うと思ってて、フィッシャーマンってやっぱ、15年の春夏で発表したように、気持ち短めで履くことが重要になると思うんだけど、そうなってくると何がいいかって、ロエベってもともとアシンメトリーのロングのシャツ出してるんね。結構高い15万とか16万くらいするんだけど、ストライプだったりとか、まあ真っ白だったりとかあるんだけど、やっぱそういう結構ロングシャツとかだったら、ラフな感じでね、おもろいかなとも、ちょっと、思う。例えば、いつのシーズンかわかんないけど、ジルサンダーで出た赤い写真がプリントされている白の綺麗なロングシャツとか出たじゃん。ああいうのとか入れて、お尻とかまで隠れるようなロングシャツ、綺麗な白のロングシャツとか着て、まあ短めのフィッシャーマンとかだったら、まあまさにロエベっぽい雰囲気出るかな。ストライプとかでも面白いよね。ストライプのシャツとかで、ちょっとざっくり着て入れるとか。まあ、ロエベのね、アシンメトリーのシャツを検索すると出てくると思うんで、ああいう感じだったら僕はいい。かも、白だったら白基調の方がいいかな。うん。なんか、わかんないけど、デザイン、ちょっとだけデザイン入ってる白の T シャツと着ちゃうとか。なんか僕だったらそんな感じにするかも。白のフィッシャーマンってすごいね。いいチャレンジだね。
なんか白にこだわったりとかでいくかな。まあ淡い色とかね。ちょっとこう、まあ水色とか。まあ相性良さそうなので言うとピンクとか薄いね。なんかその辺だったら相性いいんじゃないかなっていう、黒とか持ってくると、なんかちょっともったいない感じもするんで。まあフィッシャーマンという、その、なんていうかな、独特な雰囲気のあるアイテムを白で履くとよりこうフェミニン、ジェンダーレスな雰囲気で出ると思うんで。なんかそれ活かせるトップスだといいんじゃない？やりすぎない。シンプルにまとめる。フィッシャーマンって結構、かなりインパクトあるから、変に柄とかブランドロゴとかそういうの持ってこないで、シンプルなものがいいんじゃないかなというふうに思う。あの、ラクシモンズもあったよね。18年春夏ぐらいで。あの、ちょっとこう、ボタン違いで着てるストライプの写真入ったシャツとかあったけど、なんかああいうのとかいいんじゃないって思いました、今。パッと聞いて。はい。パッとなので、パッと出たアイディアなんですけど、はい。次。一軍の服、靴しか持たないことを意識してたら、雨の日に着るものがなくなってしまった。ケイさん、天気の悪い日用の服、汚れに強い素材なら別枠で持ってますか？まあ、うん、そうだね。もう天気が悪い日は、このナイロンのパンツ箱とか、この革靴っていうのがある。うん。まあ、防水スプレーとか、靴にして、あの、僕その、なんていうの、ラバーで防水性のある靴とか、なんか雨用だからそれに特別強いっていうのは、そんなに持ってないんで、自分の中で、まあ、どうでもいいというか、まあ、形は好きだけど、まあまあ、そんな一軍とかクラスでは履かないかなっていうようなやつの革靴を、まあ二足ぐらいあるんで、それも普通に防水スプレーとかして、雨の日とか入っているし、あとは、そうだね、まあ、いいブルゾンとかは着れないから、ちょっとナイロンっぽいアイテム着たりとかっていうのが多いかな。まあ、傘させばね、そんなに濡れることもないんで、トップスとかは割と僕は自由に着ちゃったりする。まあ、視力とかそういうのは避けたりするけど、あの、着るけど、まあ、やっぱ、足元はね、やっぱ地面と触れるので、まあ、どうしてもそういうのになってくるかな。なんかあの、古着で買ってずっと持ってる、よくわからないワイドパンツとか、なんかそういうのを履いたりしてますね。まあ、それはそれ。もう自分の中ではそれはそれ。だし、決める気は決めるしっていう、まあ、メリハリは僕は結構あるタイプなのかなというふうに思います。はい、次。Kさんのようなコーデを良くするので、それに合うバッグを探してるんですが、バッグは最近興味が出てきたレベルなので、全くわかりません。肩はショルダーポーチやトートバッグ等、携帯や財布が入るサイズを探してます。おすすめがあったら、おすすめや押さえておくいいポイントがあったら教えてほしいです。まあ、僕のようなスタイリングをもししてるってなると、まあ、僕で考えると、僕はもうトートバッグとか、大きいバッグは絶対 NG なので、めちゃくちゃでかいならいいかも。うん。あの、この前、あの、アレキサンダー1のコレクションで発表されましたけど、めっちゃでかいバッグとかね。逆にめっちゃでかいならあり。だけど、まあ、普通のトートとか、ちょっとまあ、ショルダーの、あの、普通のサイズのとかは、ちょっと嫌なんで、やっぱまあ、あの、本当に小さいものがいいんじゃないかなっていう、遊びになるようなもの。で、まあ、携帯とか財布も入れなくてもいいんじゃないって思っちゃうけどね、なんか僕は。僕ならね、うん、思っちゃう。僕はもう、その収納できるようなサイズのものがちょっと嫌なので、ほんとこんなんでいいんですよ、僕。正直持つもの。AirPods ケースぐらいが理想。あれね、首からかけるのしかないからね。だから、ジャックムスとか、なんかああいうのとかで、斜めにちょこっとかけたりとか、ピーター・ドゥのカートケース。あの、ピーター・ドゥのカートケースってもうないんだもんね。あの、最初に出たピーター・ドゥのカートケース良かったっすよね。僕もあれほんと買っとけばよかったなって、ほんと後悔するぐらい、アデライデで見て、うわ、意外とギラギラしてんなと思ってやめちゃったんですけど、なんか今になっていいなっていうのがある。カードケースぶら下げたりとかね。なんか本当に小さいものでいいと。本当にカード1枚2枚入るぐらいのやつ。だから、財布もどのサイズかわかんないけど、なんか長財布とか、折りたたみの分厚い財布を入れるっていうのは僕だったら持たない。だったらめっちゃでかいバッグにするかなっていう感じ。次、ファッションはその人がかっこよかったらかっこいいであれば、人としてかっこよくなるには。まあ、これ僕に聞くの超難しいですけどね。僕人としてかっこいいチャンネルやってるわけじゃないんで難しいですけど、まあ、経験かなーって僕は思ってる。まあ、かっこいいというか、人としてなんか磨かれていくのは、経験がものを言う。経験が人を作っていくと僕は思うので、それは幼少期からもそうだし、何こう、ちょっと少年期とか青年期とかもそうだと思うんだけど、すべての時代において、まあ、僕はなんかその、経験した分、その人間が作られていくっていうふうに思う。まあもちろん天性的なというか、なんかその、なんていうの、こう、遺伝的な性格とかそういうのあるかもしれないけど、プラスアルファの部分は経験だと思うので、まあいろんな経験をするじゃないかな。失敗も含めて。で、僕は思う。次。タイトなパンツ履くともっこりが気になりませんか？まあスキニーとかね。確かに。だから僕はあの、すごいパンツは、普段より、
1個下ぐらいのサイズのやつを買ってる。普段普通に履くならもう1個緩くていいんじゃないと思うけど、めっちゃバッツバツのやつを履いてる。うん。かな。はい。次の質問がですね、女性からで、女性が見てるかもしれないので、こういう質問はちょっと、これぐらいにさせていただきます。次、いつも見てます。大学女子です。来ました。はい。ありがとうございます。5万円前後のウィメンズの革靴おすすめあれば教えてください。はい。非常にね、女子大生ということなんで、僕としても、優しくね、アドバイスというか、こんなのいいですよって言ってあげたい気持ちがいっぱいなんですけど、いっぱいなんですよ。ただね、まあ、5万円前後の革靴と言われても、どういうのってなってしまうというか、例えばそれがレースアップをイメージしてるのか、ローファーなのか、ブーツなのか、まあ、例えば色はとか、まあ、いろいろ出てきちゃうのでね、正直すげえ難しいです。はい。なので、エッセンスで、エッセンスを開きまして、はい。この大学女子の方やってますか今。エッセンスを開きます。はい。S-S-E-N、わかんない、スペルわかんない。SE かな、わかんないけど、エッセンスを開きます。はい。で、まず、メンズ、ウィメンズ、ウィメンズ、カテゴリー、シューズ。はい。で、そこで自分の、欲しい革靴の形、レースアップとか、まあ、多分いろいろ出てくるんで、それを押します。で、絞り込み、押す。値段ってできたかな？エッセンスってわかんないけど。まあ、できたら値段。はい。絞ります。検索。これです。これで出てきたものから選びましょう。はい。これがおすすめです。僕の。おすすめの革靴ってマジ難しくて、正直ね。まあ、おすすめしたところでその人に合うか合わないか。だって足に履くものだから。まあ、これはね、ちょっと正直答えるの難しい。まあ、これは女性だから男性だから関係なく、おすすめの革靴と言われても、いやー、まあ、それは俺だったらプラダとかおすすめするけど、合うか合わないか知らないよっていうレベルになっちゃうので、まあ、いつもね、見てくれて本当にありがとうございますっていう感じなんですけど、自身で調べるという、うん、まあ、これは一つ大事かなと、僕は、思ってます。はい。そんな感じです。はい。はい。どうだろうね。なんかあるかな。まあ、ボスとかだと、レースアップもあるし、ローファーもあるし、ブーツもあるしとか、まあ、ちょっとごつくはなるけど、いいんかな。かなって感じ？はい。ちょっと、難しいです。はい。次。あと、カンペールラボとか、あの辺とかだね、最近取り上げたけど、いいかもね。はい、次。スワボ直したことありますか？3回くらいだけあります。はい。けどね、大工事になるんですよ。なので、あんまり裾幅はもう直さない。うん、もう、裾幅が好きなもので選んでるというか、それも、もうオリジナルのものとして選んで、まあ、裾だからパンツは本当直すの丈ぐらいですね。ウエストを工事してもやっぱ変わってくるし、まあ、裾もだいぶ工事になっちゃうので、あんまりやらないようにはして、まあ、あんまりおすすめしないかな、僕は。裾幅は。うん。次、ケイさんはいい服着ていって満員電車の時どうしてますか？自分は当たったり擦れたりするのが嫌いです。まあ、そりゃ嫌いだよね。嫌いだし、まあ、僕ちょっと満員電車に乗ることってないんですけど、ほとんど。まあ、でもこれはもう着ていった自分が悪いよね。だって満員電車に乗ってる人たちが悪いなんて言えないから、例えば1本、2本、3本遅らせるとか、もっと早く行くとか、違うルートで行くとか、まあそういうのをやらなきゃいけないよね。それが服のためだと思えばやる必要があるし、まあこれはもし一駅だったらしょうがないと思うんであれば、まあそれだし、まあ満員電車に乗るって分かってるんであれば、いい服を着ていかないとかね。まあそういうのが重要なんじゃないのっていうふうに、まあおそらく若い方だったら多分通学の時だと思うんですけど、まあじゃあもう学校にいい服の着ていくのをやめるとかね、その1コマ出る日はやめるとかさ、まあ2コマでちょっと、余裕がある日だけはいい服着ていくとか、まあそういう風に合わせた方がいいんじゃない？だって、電車に乗ってくる人たちがダメだとかっていうことは言えないからね。公共のものだから。っていう感じですね。はい、次。自分は妻のエクボが好きなんですが。素敵。はい、素敵。はい、この方の奥さん見てないかな？一緒に見てるかな？見てたらすごい嬉しいんですけど、素敵、いいご主人ですね。はい、素晴らしい。ケイさんは R さんのチャームポイントで好きなところはありますか？目ですね。目が大きい。はい。目がこう、大きいというのが、はい、僕は好きですね。はい。なんかね、エクボも多分 R はないし、その他でチャームポイントって難しいですよね。だって、なんかそういうとこでしょ？エクボとか、あと何？まあ目とか鼻とか口とかってことでしょ？ポイントだからね。だから、まあ目かなっていうのがすごい僕は浮かびました。はい。目が大きい方が、やっぱいいなというところです。はい。次。今季のジルサンダーで欲しいアイテムが2つあるのですが、お金がなくて量は買えません。続く。ケイさんならどのようにして1つ絞りましたか？一応コートとパンツで悩んでます。お願いいたします。
まあ僕その迷うことってもちろんあるんですけど、まあ迷った時は、まあ僕であれば今まで持ってないものとか、まあ自分に揃ってないものを買うかな。だから、例えばコートもいいのをいくつか持ってるんであれば、今回はパンツにしておこうとか、まあパンツをいくつか自分の中で種類持ってるんだったらコートにしておこうっていう感じが一つで、コートと迷った時って多分コートを変えることって、まあ多分ジルサンダーのコートだと、まあ物にもよる、スプリングだったら2、30とか、まあ秋冬だったらまあ5、60後半とかしてくると思うんだけど、まあそれぐらいのレベルのコートになってきて迷ってるんであれば、まあそういうまとまった金額を出せるタイミングってないんで、だったらコート買っちゃった方がいいかもなって僕は思ったりもする。多分これ一回逃すと、その後買うタイミングってなかなか難しかったりするんで、金額が大きいのと、まあパンツだとまあ10万、15万、15万いかないか、10万前後ぐらいだと思うんですけど、まあ10万ぐらいであればね、どっかのタイミングでもまた買えると思うんですけど、例えばまとまった金額を出すっていうのが、出せる機会なのであれば、まあコートかなと。お金がなくてコート悩んでるってまた不思議なとこだけど、コートかななんていうふうに僕は思ったりするかな。あとは気分じゃない？もう今着たいっていうのであればパンツだしね。うん、っていう感じです。じゃあ今日、最後、今日ちょっと短いね。パワッと答えちゃったかな。なんかどっかすごいサクッといった質問あったよね。服を何着も買ってしまうのはなぜでしょうっていうの。病気ですって片付けちゃったんで、そのせいですね。はい。最後、計算的にトム・フォードはどのような評価でしょうか。私はトム・フォードを評価するような立場ではないんですけど、まあトム・フォードって、まあ、もう、なんていうかな、ファッションのその、第一線で活躍しているブランドとは、ちょっとまた違くて、まあ今はね、ビューティーとかさ、いろんなところに力を入れてるから、トム・フォードっていうブランド名を聞くこと自体はあるけど、実際に服着てる人って、見たことあります？皆さん。ないでしょ、ほとんど。まあ、トム・フォードってそういうレベルなんですよ。だから、もうターゲットが、例えばアルマーニとかと一緒で、もう40代とか50代で、なおかつ余裕がある人たちっていうのが、もうターゲットとして明確なので、やっぱまあ、このチャンネルを見てる17歳以上から35歳ぐらいが、だいたいこのチャンネルっていうか、メインのチャンネルは7割ぐらいを占めてるんですけど、まあそういう人たちだと、まだ早いっていうのが、まあまさにトム・フォードなのかなっていうのは、まあスーツとか素晴らしいものがありますし、意外とね、意外と高くないんですよ、トム・フォード。まあコートだって100超えるのもあったりするけど、意外とそんなにイメージしてるより、例えば、ブリオーニとかさ、キートンとか、ロロピアナとかレベルで高くはない。デニムとかも10万ぐらいであるし、なんだかんだニットとかも15万とか10万ぐらいで買えたりとか、まあロロピアナとかみたいに2、30するっていうのがニットとかってね、あんまりトム・フォードって、まあ物にもよるけど、意外とカジュアルなものもあったりするから、実際買えるっちゃ買えるんだけどね、ラグジュアリーとか普段買ってる人からすれば。でもやっぱその、ターゲットとしてるのとあまりにかけ離れすぎて、まあうまく取り入れるのが難しい。例えばデニムの色とかもさ、まあ今こう人気があるような落ち感とかそういうのがあるかっていうと、そうじゃないし、例えばニットに関しても、まあ本当にお父さんとかが着るようなデザインだったり、まあだからなかなかね、かけ離れてるかなというふうに思う。ただまあ、ブランドとしては素晴らしいブランドだと僕は思ってるし、これだけの歴史があってトム・フォードっていうブランドを守り続けてることはすごいですしね、アルマーニとかでも言えますけど、まあ余計な、まあビューティーやってますけど、そんな余計なビジネスをやらずに、トム・フォードっていうのがずっと君臨し続けてるのはすごいなという評価をしてます。はい。素晴らしいと思いますが、まだちょっと早いかなっていう感じ。でも僕もスーツとか買うんだったら、アルマーニとかトム・フォードはやっぱ候補に入ってくるかな。アルマーニのスーツはね、いいですからね。まあトム・フォードは花があるんですよね。スーツに。それこそ映画祭とかで着てるセレブリティとか多いですけど、すごくいいスーツだったりとかがあるので、いいなと思いますけど、まあまだ早いっていうのがね、僕らからするとそんな感じかなというふうに思います。はい。では今日はこんなところで、以上です。はい。まもなくあと5分くらいで Uber Eats が届くので、一旦僕はお昼ご飯を食べて、メインですね。この後ちょっとメインを取ろうかなというふうに思ってます。はい。皆さんも、元気に一日過ごしてください。それもしくはお疲れ様でしたというところです。はい。じゃあ以上にします。